こんにえは、マ、えーま、スタートです。えーノーカットノー編集でお送りしてます。1分間にたくちょっと、<laughs> はい、ちょっと、キャラメルよ。<laughs> すみません。こんな、えーと、ラフな格好でちょっと収録してます。はい。今日は、<laughs> 日曜日ですね、えー。日曜日の午後過ぎましたけど。 今日は17ですね。<laughs> 日曜日17日です。えー、この、毎週今日の金曜日のこの、<laughs> ドネスト・ド・ラム・フライデーのこの、<laughs> 楽しく拝聴していましたけど、えー、なかなか収録が、この、その感想ですね。この収録が、えー、土曜日できませんでしたので、今日のとなります。はい、えー、じゃあ改めて、 い、えー、きたいと思います。えー、マスタートです、えー。こんにちは、こんばんは。ノ、えーカッの方編集でお送りしてます。一分間委託。今日も情熱かた3年のニースントラガオからあー、このプレミアム廃止、えー、トリプルレッド。トランプ政権でアメリカ経済はどうなる。インフレ率2.6%上昇、えー。円安進む、うん。進む。他、2024年の11月15日、えー、19時50分からの情熱と、うん ジョネスト、ジョネストラムスフライデー。はい、このタイミングで、まさとの YouTube チャンネル登録、コメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。はい、今日はちょっと、コーヒー飲みながら、ちょっとざっくばらんに、普段は、お仕事の場合は本当に、2、3分で短くしてますけど、本当に、ジョネさん。 えとニューヨーク行ったりですね毎回続けて今回外したと言ってましたですね、えー、まさかこの、えー、ジョネさんもこのデクトマン先生ですかね13の鍵がこの今まで1回しか外したことなかったですねこのブッシュブッシュこれは子供かなの時とこの クリントン政権の時のクリントン大統領の時の副大統領がこは副大統領ですねその選挙で、まあ、フロリアで最再開またこのもう一回数え直しましたですねその時はもうブッシュさん子供が当選してましたけど今回、えー、2回目ですけど外しましたですね今回、えー、この,、えー、このジョネスさんが別かりやすく言ってましたけど、えー、このリクトマンの13の 鍵はもう私はもうこのもう外れますと言ってましたけど私も13の鍵に乗っかりましたけど、えー、なかなか難しいですね今回この、えー、今回の結果についてこのジョネンさんがそういうこの、うん、前回のこのトランプ大統領が1期目した後この2期目にはダメでしたそれはなぜかというとこの 一、えー、期目の終わりからかなコロナがあってこのどうしても中間層が結構まあにコロナのあれで、まあ、中間層が、えー、この痛手を受けたっていうかその中間層の支持者方がバイデンに行ったということで。 トランプの再生にならなかったということで今回もこのバイデン大統領のこの1期目ですけどあれですかなインフレ率が9%までいつですか20バイデン大統領がなってからの期間中中頃ですかねインフレ率が9%いって中間層がだいぶこの困ったということでその中間層がほとんど トランプに流,流れたということで中間層の票の移動で、えーえー、今回この13の鍵ですね13の鍵はもう,もう、えー、ジョネさんはもう乗,れ乗りませんと言ってましたけど、えー、なかなか検証できるまで今までこの200年の間13の鍵で、えー、この大統領選のこの当格のアレがだいたい えー、的中ししていましたけど、えー、今回2回目ですね13の限りは先生も素直に認めて、えー、間違っていたということで、えー、修正するんかなとも、えー、ジョネさんは修正してももう乗り,乗りませんと言ってましたですねそんな感じで、えー、今回このトランプ政権、まあ、すごいですねこの、えー、上院も下院も全て取って大統領も取って。 最高最高連邦最高裁も結構保守党共和党が多いということで、えー、もう何でもできますという、えー、体制ですねその,おこの移民,移民の移民の制限そしてこの、えー、関税のあれですねもう中国に対して200%く特に車かな EUV かな関税の強化関税をか,かけるのですねそしてこの、えー、なんだかな3つ目が。 えーとど、どうやったんですかね、あれ、少し忘れたですね、えー、と、えー、この移民のあれですね、えーこのはは、厳しく取り締まるのと、関税とおこの、あと一つ何やったかな、イーロン・マスクスさんの,この、えー、どこ、日本で言えばどこを,しどこを臨調ですかね、えー、まあ、民主党で言えばあれやから、えー、これは。 レイホンさんが言うようだった、この事業の見直しとか当たるんですかね。えー、まあ、スリムですね。えー、3つ。あ、それとこの、また、これ、あれ金利かな。あれですね。今の、えー、この、年金かな。年金のあれを思わしくないと言ってましたので、えー、この完全、関税の引き上げと、この、 移民,移民のこのハイテクの強化するのはインフレ率が上がるけど逆にシェルですねシェルというかその石油のこれをまあこの地球温暖化のこのあれが脱退してその規制を緩和,緩和するというか逆に生産する方ですね地球温度化の排出のそれを緩めることでこの1ベルあたりまあ今70ドルかな 65ドル、50ドル、そういう1バターでドルを下げるということで、それはあインフレを抑えるのに役立つじゃないかということで、えー、一時期あったですねニュースでこのま、まだバイデン政権はやてないですけど、ガソリンが特にウクライナ戦争、中東問題でこの特にハマスとかそのイスラエルのとこのハマス、また今ヒズボラですね、そういうイス,イスラエルのとかに。 イランのあれですねそれで原油価格が一気に上がりますねそういうことで、えー、アメリカの中間層が今回もほとんどトランプに流れたということで上院も下院もそして連邦裁判所のこの判事も結構共和党、まあ、支持共和党が捕食が強いということで。 あれですねあ,あと対中対中強硬政策です。対中構想あれですね。えー、政策ですねうん。でもあれですね、えー。言ったですね。この、えー、イエローロン・マスクはこのスペース、えー、中国でステラですね。えー、まあ,あの中国で生産してるけどこの。 緩和規制まあテスラはこの緩和規制しても持ちこたえるんじゃないけど補助金のカットとか言っていろいろ言ってますね今回まだこの人事も今日のちょっと、N、NS、えー、動画見てないですけどなんかこの人事もなんかすごいこの、うん、この SS のこの。 映、えー、りがうまいっていうかこの映像にお金それをチェックしててほん本当かどうか分かりませんけど、えー、このあれかな演出がうまいっていうかこのお、えー、この芽生,え芽生え数かこ,このあれですね SS 等にこのあれかな、えー、それを うまく演出でできる方が、えー、基準かなということでちょっとこの,、えー、この元ケネディアンされたこのおいかな今回この第3の勢力したこのオいのジュニア・ケネディかなこの反ワクチンとかこのまあすごいですねそしてこの安全保障ですから、ね、CIA, CIA, CIA, CIA 長官じゃなくて安全保障中間いうかなかなかそううアメリカの えそのトップもこの逆にアサド政権を支持するようなすごいなんかそういうほんとこなくていうことで入ったらそれ言ったらイスラエルはその情報をもうシャットアウトするというかこの,えーえーこのトランプ大統領の人事が今すご,すごい話題になっていますね、まあ、人事作業チーム移行チームですねこの移行チームも えー、この対中、うん、国務長官もルピオかなこのキューバ系かなこのージ,ョネジョネさんも言ってましたけどまあ、うん アメリカに行った時、まあ、きキューバ系の方々にお世話になったと言ってましたけどキューバ系のその保守ですね、えー、いろいろこのカーブレーカー,あーっていうことでいろいろマックになりましたですね、えー、マクドナルドを辞めましたっていうこともいろいろ一時をこの、えー、SNS と活用してますねこのゴミの問題にしても、えー、発言で大型トラップの収集者に乗ったっていうことでいろいろこの メディアですね逆にこのイーロン・マックスがこの、うんえー、X をですね、えー、ツイッターを買収して X ですねそういう完全な操作ですねもう世論形成ですよね、えー、本当にスペース X、えー、まあゼレンスキー大統領もこのうまくこのお、えー、おもうお田てじゃないですけどトランプ大統領とうまく付き合ってこの、えー、この テスラのいる鉱物がウクライナにたくさんあるからもう中国ロシアに捉えるよりかはアメリカとこのビジネスした方がいいということでこのリチウムですねとかあこのまた西側にまあえこのえ中国の資本をこの追い出すとかいろいろとこのえもう 前,前大統領もトランプ大統領にこ,のこ,こうしてますね、持ち上げてますよね、一番うまかったのが、えーまああの、トランプ大統領がゴ,ゴルフ大好きということで、安倍元首相がゴルフですね、えー、なかなかこの石破さんは話が長いからどうかなという、いろいろとそういう SNS 等に載っていますけど、えー、今回また、僕田さんの方からこの。えー ウクライナが大統領選の前回もそういうニュースが出ましたけど今回もそういう流れですことで、えー、政権移行チームがこの20年間のイスラエルのこのあ違ってウクライナの、えー、NATO 加盟禁止そして、えー、20%を譲って、えー、非,非武装事態、えー、でモスクワを攻撃できる武器を置くとかいろいろとそして、えー、前レ大統領もこの えー、欧州にいるこのアメリカの火を持つとかいろいろとそういう、うん、駆け引きですね、情報戦、また完全にアメリカは低引くならウクライナは核を持つよというそういう、うん、含みもいろいろとこの聞こえてきますね、SNS 等で、はいえー。日本もそのこの円安、実際、えー、この3つの政策を全部するのをしたら、えー、この。 インフレですけどまあそういうジョネさんのでもどう,どういう具合にするのかですねまあインフレを抑えるこのあれですねシェルこのガソリン石油の大幅なこれが値下がりする可能性も出てきますね規制かですねそういう地球温暖化そういう、ねね、あれ熱回収 じゃないですね、えー。この地球温暖化に規制,規制が厳しいけどこれを緩和してもっとこの緩くするまあ、えー、今の、えー、環境の問題から逆戻りしますけどそういう流れですねそういうことで日本にとってもこのお円安ですね円安うん日本でってもどうなるか、えー、ですねウクライナ戦争そういうことで、えー、この今の電気の議長もお 解任されるかやめさせるかという話ですけどアメリカインフレしたら利上げで抑えてデフレは逆に利上げしてこのデフレを抑えるということで、えー、そういうコメントですねはい、えー、長くなりましたけど最後に <laughs> 完全に余談となりましたけど、えー、コーヒー飲みながらだいぶこの 金曜日配置をしたのでもうちょっと記憶が薄れてますけど、えー、楽しくこの「えー、ジョニス・ダレム・フライデー」ですね、えー、この吉田早苗さん渚さんですねとの本当に、えー、この楽しいトークですねはいえーえー、この「えー ジョネス・ダレム、ジョネス・カサチャンネルのニュースのトロガオから、えー、ジョネス・ダムス・フライデー、えー、プライム配信からトリプルレッド、トランプ政権でアメリカ経済はどうなる、インフレ率2.6%上昇、円安進む、そのたちことで2024年11、えー、月15日、えー、19時50分からのジョネス・トダ・ランフライデー、えー、を見ての えー、レポート提出となりました。えー、ちょっと日にちがたって、えー、このなかなか、えー、なりますけど、はい、えーえー、マスターとで,です。えー、マスターとの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願い,いたします。また聖書を学びたいなというお友達も募集していますので、よろしくお願い,いたします。次回の1分間読択でお会いいたしましょう。マスターとした終結、パシャンプルジュー、シャロム、シャロム、シャロム。